はい、皆さん毎度毎度。はい、ジプリル先生ね、コメントありがとうね。今流行りのね、波巻きパーマね。イメージ的に言ったらさ、コテでねじくった毛束を巻いたようなスパイラル状の仕上がりっていうのかな。昔のね、あのねじりながらセットした、まあ、動画あったからこう出すけど、まあ、毛束をねじってね、あのコテに巻くと、あの立体的なカールじゃないんだよね、平面的なカールなんだよね、スパイラルっていうの。日曜深夜にやってるね、日向坂のね、バラエティ番組の加藤志保とかね、斉藤京子とか、まあ、その他長い方がよくこういう巻き方してるよね。でこういう巻き方するとね、エレガンスじゃないんだよね、ちょっとカジュアルっぽいっていうの。これをね、パーマで再現するとねじって巻けばいいんだけど、ただし健康毛に限るだね。で今までね、パーマかけてたお客様がね、かけるとね、どうしてもね、グリングリングリングリかかっちゃうと。波パーマってのを聞くとね、あ、波パーマってのいいじゃない、やってみたいわってんでね。ほんで、まあ、数ヶ月前にかけたパーマも取れてきたから、今回は波パーマにしてってね。で、とにかくロットでそういう方をね、巻き直しちゃうとね、多分ね、普通のパーマになっちゃうと思うんだよね。ねじって巻いても結構ね、綺麗にかかっちゃうんじゃないの、縦巻きみたいに。ね、SNS でこういう風な情報を発信してる美容師さんいたらね、まあ多分ね、言ってる通りね、スタイリングで綺麗にしてるんだと思うよ。だからね、現場見たいよね。お前やってみろと。じゃもうとにかくやってみろと。で、みんなで見てるから、そうすると多分ね、普通のパーマかかってると思うよ。で、まあ何かしら言い訳するんだろうけどね。だからね、できる場合、できない場合あるからね。だからたまたまうまくいった一例をね、SNS に出してね、鬼の首取ったみたいにね、波巻きパーマですとか言ってね、デジタルパーマをかければ、乾かしたら完璧なイメージを植えてくれてますよねって、デジタルパーマかけたって無理だろ。そんな中、最近割と目にする波巻きパーマ、動画を見てると波になるようにワインディングされてる。波になるようにワインディングするってことはどういうことよ。ロッド2本持って8の字巻きすんの？波巻きパーマロット2本で巻くの？波になるように。いや、まあこんな曲芸だよ、こんなの。まあこうやってやったことあるよ、こうやってこうやってやんの。そしてこれ波になるよね、こうやって巻くの、こうやってやんの、波巻きパーマって。でそうもなかったらこうねじりながらやんの、こうやってこうやってこうこうこれ波巻きパーマ。こうおじさんちをね、舐めちゃいけないよ、こういうこと言ってね。本当に波出そうと思ったらね、もう何だってあんだから、うちは。まあ、ちょっと使い方もう忘れちゃったけどね、これね。ちょっと思い出すまで時間かかるけどね。これぞ波巻きパーマよ。あ？これぞ波巻きパーマ。あ？波巻きパーマ。こうやってかけてくるの、こうやって。髪の毛をね。あ？もうちょっと忘れちゃったけどね、やり方ね。なんとなくわかんでしょ？まあ、こうね、波巻きパーマね。おじさんちを舐めちゃダメだよ、もう。伝説のパーマ屋はもう何でもあんだからね。ちょっとこれおかしいね。あ、こう？こうか。あ、もう一段かけられそうだけど、こうやってやるの？波巻きパーマ。完璧だね。ね。これで舐めちゃダメよ。もっとすげえなんだから、うちは。恋なんだよ、恋の。あ？ね。これにこうかけて引っ掛けてやるのね。ちょっとやりにくいけどね。まあこういうふうに好きなとこにこうやって引っ掛けてね。ちょっと久しぶりに何十年ぶりかに触るからさ、まあこうやってやる。こうやってやるの？波巻きパーマ。こう？こう？こう？ん？こうかい？これなら波だよ。平面的な波ね。本当に波だよ。ダメだ、おじさんち舐めちゃう。どういう風に巻くかわからないけどね、まあ、たまたまうまくいったね、作例があるんだったらお客様のね、画像を出してね、ヘアスタイルのね。で、こういう風になる場合とならない場合があると、髪の状態によったらなりませんって必ず付け加えればね、全然問題ないわけよ。まあ、この波巻きパーマね、髪の毛が硬くてね、太くて多い方、こういう方がね、普通に巻いちゃうとね、デジタルでも何でもね、と巻き髪系でゴロンゴロンとね、でかい頭になっちゃうんでね。で、それ嫌ってね、波巻き系でね、サラサラっとやるんだけど、まあ、さっきうちで出した変なロットもどき、ロットとは言わねえね、パネルみたいな、ブロックみたいなね、あれでやって綺麗かったらそれほど綺麗じゃないんだよね。だけどね、パーマが残ってる方にね、緩く残ってる方に波巻き系ってね、普通のロットでね、くるくるっと巻いちゃうとね、全く違うけどね、だったらまだうちである変なブロックみたいな白いやつで引っ掛けてかけておいた方が、ボリュームの出ない、なんか波巻きって言っていいのかどうかわかんないけど、ボリュームの出ないうねうねは出せるよね。
あと髪の毛がさ、つるっとしてる方いるじゃない、つるっとパーマをかけてないと本当にペタンとする方、そういう方にあのロレアルプレミアの千代の一番強いやつでね、で太めでかけるじゃないですか、立体的に。そうするとね、それがね乾くとパールがね倒れてねウェーブになるんだよね。はい、まずねこうやってパーマをかけるね、こうやってかけるね、うん、かけるでしょ、まあかかってるよね。そう、まあこういうになってるのがね乾くとね、これまあこういう風になるんじゃないね、重さで、髪の毛の重さでね。でそれからこれが時間が経つとね、倒れるってのはね、こう倒れるってこうやって倒れちゃうね、倒れて頭に張り付いてねウェーブになっちゃうの、頭の表面で毛がつるっとしてる人ってのは。髪質によったらね、こうやって波ウェーブじゃなくてウェーブにならないようにしてって、立体的にカール出してっていう人もいるんだよね。肩甲毛をね、あの波パーマにするんだったら、巻きながら自然に根元からほらスパイラルで1回転巻くたんびに1回転ねじるような感じ。ただね、パーマが残ってるとかね、数ヶ月前にかけた人の場合はね、あのどんな巻き方しようがね、普通のパーマになりやすいからね、こればっかりあの髪質によってできませんって書いとかなきゃダメだよね。 SNS で何をどう発信しようと自由だけど、できる方とできない方がいますと、髪質によったり髪の状態によっちゃこういう風になりませんって、普通のパーマになっちゃいますって書かないと、書けばね全然問題ないよね。それにさ、お客様がさ実際パーマって予約入ってさ来てさ、この状態をさ波パーマにかけるのって、そこで説明すんのめんどくさいでしょ。お客さんやる気満々で来てね、あ波パーマかけたいんですけど、だってその波パーマは髪の状態がこうでないとかかりませんなんて、そこで説明するのめんどくせえから、最初に書いとけよお前みたいにね。で来てからがっかりさせるより、来る前にこれなーねえちょっとね、あの右側の羽が治らなかったね。完全に乾いちゃうとね、コテで巻いてももう癖がつかないんだよね。真面目に直そうと思ったら、これをね一回底の部分だけしっかりね濡らして、あの髪の毛とお水が馴染むまで濡らすっつうので、しばらく置いて乾かしてからね、それからコテをかけないとちょっとこういうのって直しきれないよね。はい、お疲れ様でした。いや、なんで真面目に直さないのって、いやこれは別にほらただ遊びでやってるだけだから、でこれからちょっと買い物行くって言うけど、大したとこ行くわけじゃないから、別に本人もいい気にしてないみたいだからね。はい、だからそのまんま、はい、お疲れ様でした。